なんと充電がね今1桁パーセントしかないので、ないけど、でも充電さしながらやってるから切れたらごめんなさい。でも充電器さしてれば大丈夫だよね、きっと。画質が悪いですか？それはきっと充電のせいだ。こんばんは。大丈夫かな。まあいっか、いつも充電器結局差しながらやってるから変わんないってことで、そういうことにしておいて始めますね。じゃあ今日は何時まで、今日は眠いので10時までで10時までします。そう、結局ね眠気が取れなくて、昨日も一昨日も早く寝れるのか。うん、もう今日はお風呂に入ったのでもう早いです。あと寝るだけ、最高の状態にしました。最近ゆはちゃんは超美人、ありがとうございます、嬉しい。なんだそんなこと、そんなことないと思うけど嬉しいですね。ちゃんと寝てください。ちゃんと寝ます、頑張ります、頑張ります、寝ますね。そうだね、あとはメール送るだけ。あと、いや、X のツイートを準備したところです。明日あたりからまた寒さ戻りそうだから暖かくして休んでね。ありがとうございます。そう、明日からまた寒いみたいでね、今日めっちゃ暖かかったっぽいけど、新潟はね全然寒かった、寒くはないけど雨でした。普通に でもなんかニュース見てたらめっちゃ夏みたいな天気の良さでびっくりしました。東京暑かったね。そうだって半袖の人とかいっぱいいたし、アイス食べてる人もいたし。今日は何話しますか。今日は何話しましょうかね。今日こそ何か話しますか。何が話してないんだっけ。あ、バレンタインの話とそんくらいじゃない。言うてそれだけだと思うんだ。カラオケしてほしい。そうだね、カラオケしてもいいね。最近リクエストのやつ進んでないしね。
となんかあるかな。写真を見て振り返る。いや、やっぱりバレンタイン配信ぐらいしか話し忘れていることはないないです。バレンタインの配信もう当分ずいぶん昔のことに感じるんだけど、1週間も経ってない、1週間ぐらいかちょうど。いっぱい考えました、めっちゃ緊張しました。もうね、頑張りましたよ、頑張ったけど、頑張ったけど、まあみんな可愛いもんな。ちょっと待ってね、あ、どれ狙いだったか。イハは、4番の転ぶやつやりたかった。でも絶対転ぶやつ一番なんだろう、判定もらえないと思うけど。だって転んでさ、助けを求められたら、転ぶやつが良かった。意外でしたか？何が良かったと思う？逆にみんな何が見たかったですか？図書館かな、やっぱり。全然ネタに走らない転ぶだよ。全然ネタに走らない転ぶでもよくわかんないけど、やっぱ図書館人気、図書館いいよね。図書館めっちゃ図書館じゃん、みんな。なるほどね、ささやきが欲しいんですね。そう、今年のさ、この告白のセリフお題、なんか結構なんていうの、癖強めなお題だったから、どうしようと思って。確かにね、図書館引いたメンバー高得点だった。確かにそうだ、図書館ね。いやー、大声が一番、大声と留守電が一番自信がなかった。あ、これかって思ったの。誰からもチョコもらえなかったね。そうだね、チョコも誰からももらえませんでした。来年はもらえるように頑張ります。まだね、あんま喋れてないし。
チャレンジしたところが好き。ありがとう。そう言ってもらえると救われます。私は毎回そこそこのエピソード話して、そう割とさ、いやあるかなって思ってたんだけどな、まあ、あるかなとは思ってなかった。正直本当にまだユーハ4期生とあんまり喋れてないから、これでもらえたらえユーハにって感じかなぐらいだなって思ってたけど、まあまあとりあえず当たって砕けろと思って行ってみました。こんばんは。おうおう、すごい、なんだあったか、配信あったか、ありがとうございます、ありがとうございます。あったか、あったか配信かわいい。ささやき動画撮ってインスタのストーリーかチャットで公開してほしい。それは絶対チャットで、やるならチャットにしますね。なるほどね、みんなささやきが好きなんだね。ほうほうほうわかりました。メールはダメなの？メールさ、ほら声送れないじゃないですか。メールはね、文字と写真しか送れないから。そうそう、好きですけど。何か北村は何かを得た。そうですね優派は毎日ささやいているようなものだから。確かにそうなんだよ、優派いつもだいたいマジですあと一歩でささやきくらいじゃない。ずーっとずっとささやきうふふじゃないよ、もうずっとささやいてるわけじゃないんですけどね。そんなプライスレスな音声がチャットに上がるんですか？わかんないです。上がるかもしれないです。笑顔が素敵すぎてありがとう。昨日のヘッドホンつけて暮らせば声大きくなるんじゃない？まあ確かにそうだね。ああ、まずは今夜のお休みをチャットでささやいて、つぶやくじゃないね、ささやくな。そうだよね、チャットもね10時までだから。早く やばいよ、ハードル上がってるよ、ゆは。
には大きい声ボイスもお願いします。もちろん。やばいよ、自分でハードル上げたよ、やだ今頭を抱えています。なんか、うん、やってしまったでもね、10時までこの配信をやるとして10時に送った。今リアルタイムで送った時にさ、みんなにコメント、みんなからコメントが来るのはちょっと恥ずかしいですよね。でも言ったからには早く送りたい。あ、ちょっと何言ってんの。言ったからに早く送りたい、早く、すっきりしたいってことだ。そういうこと。見られながらできない。だからそう思ったからユーハは考えました、ミュートにするっていう。ミュートにしていなくなってささやいて、明日かな、明日にしようかな、明日にします。なんか明日は配信ができなそうな気がするので、配信の代わりに、じゃあ今日はその代わりに何か送るね。じゃあ分かった。ちょっと待ってね。
ただいま戻りました。送ってないよ。10時に送るね。まだ送ってないよ。じゃあそうだよね、チャット欄でこチャットの返信もしてくれると嬉しいです。バレンタイン配信の話は終わったのだろうか。うん、終わりかな。他のあ、ちなみに他のセリフはね、あのね、もう留守電とかはめっちゃシンプルだし、図書館はささやかないし、って感じですかね。そうそう、図書館は今ささやきで考えてなかった大声ではないけど、大声ではないけど、いつものこの声って感じ。普通に普通だった。セリフは言いません。もう寝るだけだし、テンション上げなくても。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、うん、言わない。なんだっけ、チャットに送る準備はできたので10時に配信が終わった瞬間に送ります。まあね、バレンタインの配信そんな感じで、あ、そうだ、服が話したかったんだ。服について触れたかったの。そう、バレンタイン配信のお洋服どうでしたか？良かったかな。
なんか普段着ない、普段着ない感じで、普段着ない感じでもないけど、あんまりそうあんな派手な服は着ないんですけど、もうあれは一目惚れして、初めて入ったお店で買いました。そう、なんかもうあれはまさにバレンタインのための服だなと思って、でなんかさ、でもバレンタインの日にあの服を着て街を歩いてたら、この人バレンタインだなって思われるかなって思って、それ嫌だなって思ってたけど、まあいいよ、今日は一日バレンタイン女で行こうって思って、普段は着ないね、あんまり着ないけど、でもなんて言うんだろう、心の奥底を掘っていったら、やっぱりああいうなんていうの、ちょっと普通、ちょっと普通じゃない服、なんて言うんだろう、シンプルじゃない服が好きで、シンプルだけどなんか遊び心がある服が好き、なんちょっとわかんないんだけどね。そう、めっちゃ可愛かったのあのお洋服、ここがここも普通のキャミじゃなくてリボンになってて、でシースルー、全部シースルーなんですよ。黒のニットで落ち着いた感じでよかった。そう、ね、あの日も白、下に白、中に白を着るか黒にするか、白いトップスにするか黒いトップスにするか、すごい悩んだんだけど、なんか白にすると一気に、なんだろう、白は白でね、また全然雰囲気が変わるの、結構可愛いらしい感じになるんだけど、黒でまとめることによって、とってもあの日なんかちょっと大人な気分だったのでそう、なんかね、ゴージャスな感じね、黒でよかったなって思いました。そうそう、黒で、赤がめっちゃアクセントになったし、アクセサリーもいっぱいつけてたので、そう、大人っぽさの中に可愛さがある感じ、そう、なんか大人に振り切らないにしようって思ってそうしました。なんかそう、1回しか着ないのももったいないから、白バージョンはしゃべり会とかで、そう、白とかピンクとか、それこそ中茶色いニットとかでもチョコみたいで可愛いかなって思ったから、また着れたらいいなって思います。首のアクセサリー、うん、首はあんまりつけない、いつも。耳は結構つけるけど、首元はあんまりアクセサリー普段つけないですね。でもアクセサリーめっちゃ好きでいっぱい持ってる。あと髪型も直前まで悩んでたんですよ。あえて、そう、なんか大人っぽすぎるから、あえてツインとか、ま、下目で、ゆる目でツインとかにするか、全部こっちに流すかとか、あと前髪なくすかとか、いろいろ悩んでたけど、結局あの普通の巻き下ろしに落ち着きましたって感じ。
ポニーとかしてもいいかなって思ったけど、ポニーだとなんかロック感が強くなるなって思って、決め手は夏木ともっちゃんにアンケート取って決めました。どっちがいいと思う、どっちがいいかなって言って、あとママいつも、そう、アンケートパターン好き。そうですね、結局自分で決めらなくて、今日のモコモコも可愛いです、ありがとうございます。これはいつもの服、髪は自分でしましたよ。そうね、綺麗なお姉さんの雰囲気でした、ありがとうございます。冬はモコモコ素材をニットばっか着てる、カラオケしようかな、ちょうど30分ぐらいだし、あと そうですね、あとメールで妹子ちゃん初登場しました。そうですね、あの顔以外は、何歌うか、皆さんからリクエストいただいたやつの中から歌いたいと思います。ホワイトボードが、カラオケをします。今日はなんだか、今日はなんだか頭が冴えていないのかもしれない。全然さ、言葉が出てこないんだけど、よいしょ、はい、まるでいつも冴えてるみたいに、ごめんなさい、いつもも冴えてないです。はい、1番が決勝で、2番が届かなそうで届くもの、3番が思い出せてよかったです。どうぞ。いつも冴えてないけど、まあそうだけどまあそうだけどさ、そんな日もあるよ、ありがとう。そうだよね、そんな日ばっかりです。
眠いってことかな。もうこれはなんか圧倒的な感じだ。決勝とかあるの？決勝ありますね。届かなそうで届くものはあったかな、ちょっとわかんないけど決勝はある。よし終わり。すごいダントツだ。ラーメンイベでは冴えてた。確かにそうだ、冴えてた冴えてた。昨日はね冴えてましたよね。あんまり寝れてなかったけど間違った。ショールームはのんびりでよきよき。ありがとう。もうそうです。ショールームはのんびりと、のんびりとのほほんと。これが優派だと思ってください。ちょっとリップ塗って。これめっちゃちっちゃいの。ちっちゃいリップ。ほら。優派の手より小さい。あるだけで全然違いますね。君と知り合ってどれくらいだろう。いつが初めてか覚えていない。ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。チャットのその中で見失う花がある。通り過ぎる人の群れはあの日見てた夢を捨てて、どこへ急ぐのかな。思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ。もしも君と巡り合わなければ自分きっと流されていた。ただの付き合いで言っただけなのに、花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ。打ち上げた五尺玉消えるたび真っ暗で
葉の誰かさえも見えず、僕は揺れる影のようで孤独だと思った。思い出した希望は遥かの街の風の曲いけるけど、これやったっけな、なんかやった気がするんだよね。僕なんかさみだれよ君の名は希望、このリクエスト聞いた記憶ありますか？なんかやった気がする。で、君の名は希望歌った気がする。あ、リクエスト曲ありがとうございます。よかった、いてくださってありがとうございます。こちらこそ。ねえ、そんな気もしますよね。どうだったかな。うん、ユハもわかんないし、みんなもわかんないよね。消せばいいのに消さないんだもん、自分が悪い。じゃあね、ないか。あった、1個だけありました。あ、でも歌えないんだ。
えない。歌えない、歌えないかな。ちょっと待って、あのね、タンポポの決心歌いたいんだけど。歌いたいんだけどっていうか、リクエスト3曲あった中から1曲選ぶとして、その他の2曲がなかったから、いけない。やっぱりわかんない。サビはめっちゃ好きでね、サビばっか聞いてた。じゃあ他の曲にしよう。あ、他の曲そうなかったんですけど、他は約束よと To Be Continue。 じゃあ、わかる、全部紙わかります。じゃあね、絶対これさ10時までに終わらないよね、もう1曲だったら。はあ、だよね。じゃあ どうしよう、ここに来てどうしようになってる。ちょいすぎてもいいか、ちょっと。結局ね、あの10時に送りますんで、ちゃんとチャットは。やだよ、どうしよう、北村って呼ぶよ。やだ、めっちゃ面白いな、どうしよう北村。じゃあちょっとだけあの伸ばしますね、いつものパターンだけど。これもやったな、これもやったな。ないんだよね。なんかね、歌いたいと思った曲がないんだよね。誰も知ってたけど、今リクエストに恋を語る、あ、めっちゃ流れてる。恋を語る詩人になれなくてがあっていいなって思ったんだけど、
ないんですよ。いい曲。あ、じゃあこれにしよう。これにしようっていうかこれで。もうね、スライドショーしてても自分が写真を削除しないので、やったやつばっかり出てくるわけですよ。もうマジスカロックンロール歌っとく？あ、いいね。マジスカロックンロールでちょっと上げちゃって、上げて眠れなくなるんでしょ。ロック、いや、ロックで、いや、今ね書いてますよ。この中にはない。マジスカロックンロールはね好きなんだよね。マジじゃてっぺんに行くぜここから、違う歌になっちゃった。いっぱい文字を書いています。オッケー。いや、マジでてっぺんブルースもね好き。全部一人でセリフとか言いながら歌ってました。じゃあ行きますね。待ってね、はい、スタート。じゃらん。帰り道は遠回りしたくなる、人は夢を二度見る、渚最高。どうぞ。どうかな。終わり。おー、意外だ。でもめっちゃ僅差僅差僅差。あるよね。ないかも。え、あった気がするんだけどな。ないな。あれ？
あれ？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ないです。あのですね、すみませんでした。私の記憶違いでして、あったのは本当のカラオケボックスでした。そうだ。本当のカラオケにはあったんだ。じゃあ2番目のやつで、1番ね。帰り道は、はい。あのチャットも送りましたので届くのを楽しみにしていてください。あ、楽しみにはしなくてもいいかな。待っていてください。渚最高を歌いたかった。これは頑張って、はい、結構早口が詰まってる歌詞がいっぱいあるので頑張ります。好きだったこの場所、やめられない漫画を途中で閉じて、顔を上げて気づくように、居心地いい日向もいつの間にか影になって黄昏る。君と会って過ぎる時間忘れるくらい夢中で話した。僕の夢はここではない、どこかへ。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ。どこ行けばどこに着くか、過去の道なら迷うことがないから。弱虫、新しい世界へ。今行きたい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 、強くなりたい。おおおお、好きだったこの場所。おおおお、一歩目踏み出そう。街明かりが寂しくふと感じるのは、見慣れた景色と違うから。いつもの高架線が見えなくなって、どこにいるかわからない。人は誰も変わることに慣れていなくて、昨日と同じように、今日も明日もここにいたくなるんだ。知らない道知らない道、あと何回歩けるだろう。夢の方へ愛の方へ、風は道を選んだりはしないよ。このまま One way の標識でも、行くんだ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 、戻れなくても。囁いてもいいんだよ、囁きます。君と離れるのは悲しいけど、大事な別れだ。もともと広い世界知らなきゃいけない。いつか違う道を選んで意味輝く未来のためと、互いにわかるんだろう。風のように風のように思うままに生きてみよう。過去がどんな眩しくても、未来はもっと眩しいかもしれない。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ。どこを行けばどこに着くか、過去の道なら迷うことがないから。弱虫、新しい世界へ。今
今行きたい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 強くなりたい Oh Oh 好きだったこの場所 Oh Oh 大切な思い出ありがとうございます。いい曲ですよね。わかる。よし。ところでチャットはどこから取れるの？チャットはですね、NGT48 なんて調べたらいいかな。 NGT48 チャットガッタファン、ガッタファンって調べると、調べるとトークのマークがあるので、そこからチャットは見れますので、ぜひチェックしてみてください。明日の夜何か送ります。あとそうだ、そうガッタファン、ガッタファンです。チャットおすすめですよ。メールもおすすめですよ。ああそうなんだ、チャットが今一番いい。そっか、まあいろいろね、いろんな人がいると思うから。確かに画質がいいんだ。そっか、画質もいいんだね。なるほどね。で、そう、言いたいことが、言いたいことがそんなに重くない、そんなに重くないというか、ただの告知なんですけれども、大事なので告知はさせてください。2月29日に発売のプラチナフラッシュさんにて、あの水着グラビアをまたねさせていただくんですけど、紀ノ国屋書店新潟店さんで予約特典がの予約の受付が始まっていて、特典が、特典もつきますので、ぜひ紀ノ国屋書店さんで予約してみてください。2月29発売です。ん？新潟もなのかな。そう、告知がちょっとね遅くなってしまって申し訳なかったんですけど、新潟が29なのか。関東は28日、新潟は29日です。なのでね、ぜひぜひチェックしてみてください。予約しないと特典ないのですか？どうなんだろう、わかんないけど、どう、予約特典かな、おそらく。県外発送もあるので見てみて。そうですね、県外発送もありますので、県外の方もぜひ。
そうね、予約した方が確実。確かに。ということで楽しみにしていてください。割ともうすぐなんだよね。わそうなんだよね。楽しみにしててください。そしてあとは生写真も新しいのが出て、今回は猫です。猫もチェックして、猫の生写真もぜひチェックしてください。あとはあとはなんだろう、3月の公演のスケジュールが出たみたいですね。ぜひチェックしてください。全部出てます。はい、ということでいっぱい出演します。というか3月結構公演自体が多いかな。ぜひぜひ、平日もあるので、あるよねきっと。平日もあるので、平日あの土日来れないよっていう方は平日にも来てくださいね。はい、 OK かな。こんな感じ。そうだね、平日久しぶり、2月なかったからね。よし、 OK、 多分 OK。 天使の尻尾の写真を今載せるべきか明日の朝にするかとっても悩んでいるんだけど、遠いけど一度は劇場行きたいな。待ってます。ぜひ来れる時に。そうね、あ、なんなら両方にすればいいのか。分かったよ、そういうことね。じゃあ今投稿してやめますね。壇上を読みたいと思います。13位けいやさん、ありがとうございます。12位たむひろさん、ありがとうございます。11位まっちんさん、ありがとうございます。10位わたるちさん、ありがとうございます。9位たむちゃんさん、ありがとうございます。8位あつこさん、ありがとうございます。7位こうすけさん、ありがとうございます。6位とっくんさん、ありがとうございます。5位北村の定住水道橋博士さん、ありがとうございます。4位ギバさん、ありがとうございます。3位 N さん、ありがとうございます。2位小麦さん、ありがとうございます。1位近藤和弘さん、ありがとうございます。ありがとうございます。間違った。ありがとうございました。じゃあ X も今投稿するので見てください。よいしょ。
はい、投稿する。はい、リップ落とすの忘れないように。ありがとう、忘れそうだった。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。 X いいねとかよろしくお願いします。早く寝ます。おやすみ。バイバイ。切れない切れない切れない。またね。